今も昔も子供はわんぱくが多いもんと決まっております。この夫婦にもとりわけわんぱくな子供がおりました。今日は初天神。神社にはたくさんのお店が出ております。およか、天神さんにお参りに行ってくるから羽織を出してくれや。そんなら金棒も一緒に連れてってやって、 おかみさんは羽織を渡しながら言いました。いやだよ。あいつを連れて行くと必ずなんかこうてくれってうるさいんや。さあ、金棒が帰ってけへんうちにさっさと出かけるか。ただいま。あ、金棒。おかお前が早く羽織を出さへんから金棒が帰ってきてしもたがな。お父ちゃん、どこ行くな。 金棒お父ちゃんはなこれから仕事の相談に行くんや。ははそうか今日は初天神やからお参りに行くんやろ一緒に連れてってえなちょっとあんた金坊を連れたってえや家にいたらもういたずらばっかりするよって頼むさかい連れてってえや。 お父ちゃん連れてって、お前さん連れてって、お父ちゃん、ほらあんた、お父ちゃん、えい、ー、うるさい、わかったわ、連れてったるわ、その代わりあれが欲しい、これが欲しいって言うたらあかんぞ。結局、親子で天神様のお参りに出かけることになりました。 お父ちゃん、いろんなお店が出てるな。ああ、出てるな。今日はあれ買うてくれ、これ買うてくれて、言わへんから。えらいやろ。ああ、えらいな。なあ。今日はええ子やろ。あれ買うて、これ買うてって言わへんからな。ご褒美に。 なんかこうておくれへや。ほらはじまったきょうはあかん。あのみかんこうてえなみかんはすっぱいからどくや。りんごこうてえなりんごもすっぱいからどくや。かきこうてえなかきはからだがひえるからどくや。 お父ちゃんはどこやどこやって言うけど値段が高いのがどこなんやろほんだら飴玉一つでからこうてえなあめ買うてえ飴こうてえなあのなあいにく飴を売ってる店はあらへんわお父ちゃんの後ろにあるでまあ わかったわこうたるわおいひとつくれ金坊ザラザラの佐藤のついたあめはどうや何いややペロペロ男は砂糖のついた指をなめましたほなこの白いのはどうやペロペロ何はっかで辛いし スースーするからいらんペロペロおおこの筋の入ったきれいなんはどうや何いらんペロペロちょっとお客さんさっきからそうペロペロなめた指で雨を触られたら困りますわおりもんでんねんから。 お店のご主人が渋い顔をしとります。うるせえなあ。ほなあ、これでええわ。おい、金坊、口を開けろ。そばにあった飴をつかむと、金坊の口にポイッと掘り込みました。ええか、飴はな、なめんねんぞ。歯を飴に当てたらあかん。歯が折れるからな。 ピチャピチャお父ちゃんうまいこと言ってるわ歯で噛んでまうと早うなくなるもんやから歯を当てるななんてなピチャピチャおい上ばっかり見ながら歩いてたらあかん先に水たまりがあるやないかちゃんと前を見て歩けよ水たまりがあるって言うてるやろカツン金棒の頭をたたきました そんなちょっと頭をたたかれたぐらいで大げさに泣くな違うわい今たたかれた拍子に雨を落としてしもたんや何しょうがないなあ今探してやるからおかしいなあ雨なんかどこにもないぞ雨はお腹の中に落ちてしもたんや なんじゃ食うてしもたんやないか。は代わりになんか皇うであそこの団子ご食うてだんごうでくれないや,いや。や。金棒は手足をバタバタさせながら大声で鳴くので周りの人はみんな足を止めて何事やろうと振り返ります。 わ,わかったよ。こうてやるから泣くな。みんな見てるやないか。やあい団子や。へい、いらっしゃい。お前、なんでこんなところに店を出してんねん。もっと人のおらんところに店を出せや。めちゃくちゃな言葉いいなはんな。で、お客さん団子は蜜とあんこがありますけど、どっちにしますか 子供が食うんやからあんこや。蜜やったら着物がベトベトになるやないか。蜜がいい。わかったわかった。あもう蜜にしてくれ。団子屋さんは団子を壺に入れて蜜をどっぷりつけました。へいお待ちどうさま。なんやこんなに蜜をいっぱいつけやがって。 子もの気持ちの汚すじゃないかそう言いながら男は垂れてくる団子の蜜をなめ始めましたまったく商売人やったら分かりそうなもんやこんなに蜜がついてたら着物の汚してうちのお母ちゃんにまた怒られら おら、坊これで大丈夫や食いな渡されただんごは蜜がすっかりなめられていましたあーお父ちゃんがつみんななめてしもた分かったよおいだんごやそこにあるつぼは何よへい蜜つぼです何蜜のつぼ ほんまかそんな汚いところに入ってんのか見せてみいやそう言って壺を覗き込むと蜜がたっぷりと入っていますほー、はあ、ほんまに入ってるわチャボ男はなめて味のなくなった団子を壺に入れ蜜をつけてしまいました お客さんそんなことされたら困りますわほら金棒を食え金棒はうれしそうに団子の蜜をペロペロ舐めましたするとまたすっかり蜜がなくなってしまいましたあのー、団子屋のおじさんそこにある壺は何ですかえ蜜の入った壺ほんまかな ちょっと見せてください。今度は金棒が壺を覗き込みます。ほんまや。水がたっぷり入ってますな。チャポ。わ、わ、なんてことしまんねんあんたら親子はもうはようどっか行ってくれ。お父ちゃん、うまいことやったな。あ、お父ちゃん、あそこでタコ売ってるで。

タコをあげたい見ると広場で子供が何人かタコあげをやってますよしお父ちゃんがあげてやるわ金んタコを持ってもっと離れろもっと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 ,もっともっとじゃそらを離せ風に乗ってタコがみるみる空にのっていきますお父ちゃんうまいなあ。 そうやろ。お父ちゃんは子供の頃からたこ揚げの名人なんやほっほーこらおもろいわたこがぐいぐい引っ張り上がるこの手応えがたまらんなお父ちゃん金棒にもやらしてやなあお父ちゃんお父ちゃんうるさいなこれは子供がやるもんとちゃう。 大人がやるもんや黙ってみてろ。なんやねん自分だけ楽しんでこんなことやったらお父ちゃんなんか連れてきえへんかったらよかったお後がよろしいようで。